はい、こんにちは。今回の食材なんですけれども、今回の食材これはい、リーカサ20番、はい、これです。リーカレー、前回がカレーうどん作ってみたんですけれども、今回何を作ってみようかというと、こちらになります。今回ちょっと簡単なショートバージョンなんですけれども、まあ、それで、ビール飲みながらちょっと美味しく食べてみようかなと思っております。はい、今回の食材はこちら。はい、何かというとカレー雑煮です。カレー雑煮です。まあこれがリーを使ってるという、まあ早い話がこれお米で作ってるんで、まあ、カレーライスの似たようなものなんですけども、まあ、カレー雑煮ちょっと食べてみたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ雑煮もいいじゃないかということで、まずこれから乾杯。おいしい。では早速なんですけど、雑煮食べてみようかな。これいらなかったかな。お餅って固まるの早いなやっぱり。ちょっとお椀持たないと。これは難儀やな。結構難しいかな。さて、D20 倍どんな辛さかちょっと食べてみようか。それじゃあいただきます。こんな感じ。なんだ、壊れたと思った。お餅と意外と合う、やっぱりね。ベースがお米だからね。これ意外と食べづらい。でもね。でも美味しい。切れない。切れないし、お餅が歯に引っかかる。もう持っちゃえ、食べづらいから。もちおいしい。お餅がね、ドロドロとしたカレーにまとわりついて、これがいい味を出してくれてる。おいしい。おいしい。やっぱね、これビーフカレーがベースですね。だからね、やっぱりコクが出るね。